はい、乾杯。はい、乾杯。今日はですね、はい、私が、10代の時からお世話になっている西尾社長という方がいるんですけども、ハゲチャビンの方なんですけどね。西尾社長のお店、川崎市川崎区にあります、シーハーズというね、ここはパレル店ですけども、何店舗かやってる社長なんですけどもね、今日はこのシーハーズパレル店で、やらせていただきたいと思います。いや、今回は、もう今格闘技で活躍してる、パンチの上手い選手たち。あ、最近の格闘家の人パンチ上手いんですよね、ボクシングもね。いや、もう格闘家でもキックボクサーでもみんな手は使うからって、手をやっぱりボクシングジムに習いに来るからね、上手いんだよ ね、うん、発祥はあれで、まさとね、元チャンピオン、はいはいはい、パンチ渡辺ジムに習いに行って、そうですね、パンチ結構倒したから。まさともともと米倉ジムでやってたんですよ。あ、そうなんだ、はい。いや、パンチうまかったもんね。カウントバンバンと。で、今だったらほら、朝倉未来チャンピオンとかさ、うん、はい、那須川天心チャンピオンとかさ、武尊チャンピオンとか、みんなうまいもんな、うん、手が、はい。カウンターバチーンと取るし、スピードもあるしね。で、特に天心くんなんか、あれですよね、定拳さんがさ、定拳さんでずっと練習したみたいなんですよ。そう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 。ボクシングに来る時は、定拳ジムでやるんなら、ボクシング教えるって言って、名トレーナーが教えたって。定拳ジムの評価ではストレートが西岡チャンピオンより才能あるって言ったっていう。いや、もうまあそれはどうか分からない。分からないけど、確かに、うん、うまいよね。一昨年のね、あれはダメでしたけど、メイウェザー戦で、ね、あまりにも、いや、もちろん無謀すぎた。まあ、メイウェザーのこと知らなかったんだろうね、多分ね。有名だから、いや、カチャは有名になると思ってやったんだろうけど、ボクシングではかなうわけないじゃん。それは向こうはボクシング専門の50戦無敗のチャンピオンですね。もうただ私がすごいと思ったのは、はい、あんな派手に倒されて、うん、ましてもう目の前に立った時は体が全然違うわけだろ。それで5階級無敗制覇、無敗の制覇で、ね、パンチがすごいわけじゃん、うん、それなのにまだ立って向かってきたっていうのは素晴らしい根性だよね、うん、あれは素晴らしかったと思うよ。その後の試合がまた良かったですね。負けた後に何試合かやってるじゃないですか。去年の大晦日からやった試合も良かったし、いや、やっぱりキックの結構強いやつに1ラウンドだっけか、なんか KO 落ちですね、まあ、だから足を使うとやっぱり一番なんで、はい、いや、もうパンチだけでしょ、あれ本当にパンチだけね。だキックの選手だったらパンチだけで十分でしょ、彼は、うん、あのパンチはやっぱり打撃はなかなかキックとか他の格闘技の選手はできないですよね、あそこまでは。センスが相当ありますよね。3、4年前から私は評判聞いてたからね。ああ、僕も聞いてましたよ。すぐだってそっち のジムに電話入れたんだから。デビット伊藤さん のタレントの、はい、彼の弟がキックの世界チャンピオンで、はいはい、俺たまたま試合 見に行ってんで、控室にちょっとなんか声かけたと思うんだけど、うん、だからその弟さんがジム持って那須川天心を見てる。あ、そうなんですか。すぐ電話入れて、ちょっとボクシングうまいなってね、渡嘉敷ジムにちょうだいよって言ったら、いやいや、天心は行かないと思いますよって、格闘技しかダメでしょうからって言って、いや、才能はもう抜群って、提言ね、ボクシングやればいいのにね、格闘技なんかやってたら金なんないでしょ。なるんじゃない。まあ、ならないけど、まあ、しょっちゅうできる。1億、2億にはなるだろうけど、10億、20億はボクシングしか稼げないんだからさ。まあね、あの力あればそれこそ井上くんじゃないけどね。いやいや、ぜひぜひ来てほしいよね。ねえ、まあ、井上くんと見たいって言ったら井上くんにちょっと失礼かもしれないけど、うん、まあ実際に ね、やったら分かんないけど、まあけど素質だけで見ればね、うんうん、そのぐらいの選手ですよね、うん、いいね、絶対ボクシング来てほしい ね。あとあれもいいですね、ミクル朝倉さんね、この間さん見てみて見たけどね、うまい、スピードありますね、勘が、うん、やっぱ素晴らしいよ。遠心もそうだし、ミクルもそうだけど、うん、距離感がめちゃめちゃいいんですよね。いいね、はい、やっぱあれは才能だよね、はい、うん、あれは喧嘩も強いと思うよ。あれなんか戦いのセンスがあるんですよね。そうそうそう、もともと喧嘩強かったらしいから、ね、喧嘩も強いはずですよね。じゃあだから落ち着いてちゃんと前が見れるからね、うん、そうですね。そういう点ではかなり、まあ、ボクシングにも向いてるし、ね、まあ、専門にやっぱりやらなきゃダメだよね。ちょっとガードは低いからさ、ね、はい、広いから、あれは格闘技用のガードだろうから、はい、ボクシングやってちゃんとボクシングの技とか覚えたら、いやでも強いと思うよ、はい、うん、才能はあると思うから。兄弟卵どもですもんね、朝倉選手は。うん、あ、弟の声も見たけど強いよ。朝倉選手って言ったらね、その格闘技でも有名だけどユーチューバーとして超有名じゃないですか。ああ、そうそうそう、うん、あ、いろんなところに企画をね、ね、でなんかぼったくりバーに行ってっていうとかね、結構命知らずのことやってますよね。面白い面白い、うん、
だからすごいあの回数も回ってるしね、うん、すごいですよね。ぜひね、うちらの方に遊びに来てもらえれば嬉しいんですけどね、うん、あね、ミクル選手一回ここでみんなでトークしよう、トークね。いや、弟さんも強いんだよ、うん、小さい頃から格闘技やってるから強いね、はい、うん、で実戦でストリートファイトでも慣れてるから、はい、もう戦う度胸があるんですね。度胸はあるし、うん、それが一番だよね。そこに才能がついてきてるからね、はい、面白いよ。まあでもボクシングに専門には来ないだろうな、うん、まあそうですね、もう格闘技で人気出ちゃってるからね、うん、そうですね、うん、まあ、ボクシングはやっぱりラウンドも長いしさ、まあ、きついってイメージがあるんじゃないですか。それはあると思うよ。ボクシングでも本当ピラミッド方式で、ね、4回戦6回戦8回戦からこうずっと上まで行かないとダメじゃないですか。まあ彼らは永久からデビューできると思うんですけど、ね、まあ特別で人気があれば6回戦からでもそこそこ彼にはなるし、まあね、ね、世界戦まで行こうと思ったらそれこそもう何億っていう、何億何十億ってセリが動くわけですから、まあね、夢はあるんだけどきついっすもんね。確かに僕も今から格闘技やるならボクシングじゃなくて総合とか行きますね。あ、まあ3ラウンドとかね、ラウンドが短いからね、はい、確かにそういうのはあるよね。やっぱ演出もやっぱかっこいいじゃないですか。かっこいいね、うん、あの総合とか K-1 さんもそうだけど、うん、やっぱ演出がうまいんで、そうそうそう、派手にやるもんな。ああいうのを見ても若い子たちはあっちのああいうのが かっこいいみたいな ね、うん、そういう面で言うと話は変わるんですけど、ボクシング界のちょっとこう演出ベタっていうか、うん、ああいうのか、ただ他の格闘技を見てるとやっぱりこうボクシング界ももうちょっと頑張らないとなっていうのがありますよね。まあね、まあ、ただそういう演出なんかいらないよ、試合でしっかり見せてくれっていう人もいるしね。あ、うん、まあ、コアのファンも多いからね。やっぱキックと一緒に打つパンチの練習っていうのは全然違うもんなんですか。やっぱりタイミングが違うよね。やっぱその後に足がついてきたり、足をやった後に殴るから、そもそもね、やっぱりキックボクサーとボクサーってのは間合いも違うし、そのうまく言葉で説明できないんですけど、パンチだけの間合いつか、そのパンチの出し方とキックを打ちながらのパンチの出し方って違うんですよ。全く違うんですよ。これ僕 K-1 の解説も長くやったから分かるんですけど、全く別物なんですよね。だから僕実際思ったんですけど、確かに天心君とかうまいんだけどね、打撃もパンチうまいんだけど、キックを交えた時にボクシングのジムで練習して意味あるのかなと思った時もあるんですよ。そのぐらい違うんで、うん、キックボクシングとボクシングっていうのは、キックボクサーだったらキックボクシングのジムでやっぱり足やりながらミッド、あのパンチやらないと意味がないんじゃないかなと、うん、思う時あるよね。ある。俺まさかに昔教えたことあるんですけど、ボクシングね、肩力抜いてって言うじゃないですか。でまさとはもう絶対抜かずにめちゃ肩こうやってたんですよ。なんでって言ったら、いやもうキックを想定してるから、うん、だからもう常にもうこう、でも感覚とあのタイミングがさ似てるから、やっぱりボクシング習っとかないと、うん、まあそうですね、強いパンチは打てないからね、まあ、でも本来はボクシングって肩力抜いてこうリラックスしてこうじゃないですか、うん、まあ、彼には蹴りがあるからさ、はい、だからもう常にこ う、うん、でも打ち方を覚えてればこの角度からでも打てる。例えばその、ね、基本的にだからキックの選手っていうのはアップスタイルじゃないですか。キック来るんで、まあね、そしてこういうクラッチングスタイルいないわけですよ。いないね、うん、だからそこからまず違いますね。ああいう構えってボクシングないじゃないですか、うんうんうん、あんな構えするとパンチもらっちゃいますから。彼らはキックも想定してる中の防御なわけでしょ。わかんないですけど、僕は想定して覚えないとダメだね。だからやっぱり彼らはあまりボクシングジム来ても意味がないと俺は思うんですよね。だからいや、そんなことはない、だからみんな習った人パンチで倒してるじゃん、キックで。まあだから活躍してる、逆にだからそうか、あの彼らの那須川天心君とか上手い人、正人君もそうだったけど、キックの選手とやるときは逆にほらパンチしかやらないですよね。あのパンチの戦い方しかしないじゃないですか、うん、だから彼らが元ボクサーとやるときっていうのはキックの戦い方するわけでしょ、完全に、うん、そうそうそう、倒せるから。ほらお互いに止め合いだから、あとは手の勝負になるからさ、キック同士だとそうなんですね。習ってる人みんな強いもんな、うん、だってボクシングの中でもすぐチャンピオンになれるよっていうやついっぱいいますね。まあまあ、日本チャンピオンとかのクラスで、まあ問題はあとスタミナだけどね。スタミナと、うん、専門になればな、はい、絶対強くなるっていっぱいいるよな。結構なんか K-1 にお誘いがあったって前は話した。あ、みんな多分ボクサーあると思うんですけど、あてがあったんだろ、うん、僕結構途中まで、うん、初め引退した時にすぐ金枝会長が仙台の K-1 やれっつって、いや、やりませんって言ってで断って、で諦めたみたいで、そしたら今度K-1 にすごい火がついて、
ちょうどマサトがチャンピオンになったぐらいですか。マックスが、ケアマックスが始まったミドル級ね。ちょっとして僕がチンコで有名だったんで、もう世界チャンピオンじゃないですか。やってくれってきて。で、一応話は聞いたんですよ。だから、初め、まあ、5000万だっつって、いや、やりませんよって。1億だっつって、1試合。マジですか？だからじゃん。で、年間2試合で、まあ、2億の2年契約だっつって言うから、すごいもう心がドキドキしだして、どうしようかなって言う。でも俺、気づいたらサンドバッグ蹴ってましたよ。マジで？でも私はそれ話来たんじゃん、はい、言ってくれたから、はい、お前やめろって。お前が現役でバリバリでね、すぐ健康だったらいいと、はいはいはい、引退して何年も経つのがね、わざわざボクシングできないのに引退して、わざわざ格闘技行くか、それはおかしいだろって。それでお前、もしうまくいかなかったらパーだぞって。いや僕もいろいろ考えて、やっぱり俺何のために今までボクシング一生懸命やったんだって。で、やめてすぐで正常な体でまともに練習できてやる分にはまだいいかもわかんないけど、目怪我してやめたのに泥塗るだけじゃないですか。もう完全に金稼ぎに行ったとしか思われないもんな。情けないじゃないですか。そんなの歴史が証明しててさ、うん、いい結果残した人なんかいないわけじゃん、ね、銭で行った人なんかさ、うんうん、何年も経ってさ、ね、でも2回目の時は行けって言ったんだよ。ブジブグルってどういう人だよ。違う、すごいね、すごい書いてもらえんだから、これくらいだったらいいよ、いけいけいけって、パッと言って、パッと、あ、そうだ、メイウェザーの話だよね。メイウェザーの時もそうです。メイウェザーと俺組むからよ、やれやれ。お前、いくら欲しいんだって言うから、突然。やれやれって言って、言って負けてもお前、勝てるわけないんだから、負けてもともとなんだから、もらえもらえって言って、あれやれやれ。岡さんとあの契約したんですけども、ね、やっきもらってないですよ。嘘つけ。俺、契約してないよ。まあ、そういう話が来るよな。昔から空手とかもしやっててですよ、蹴りに自信があったら行ったかもわかんないですけど、もう無理ですよ。まあもちろんね、うん、ボクシングができないでやめたのに、うん、他のスポーツできるなんて思ったらおかしいもんな、うん、でもたまに K-1 選手見て、こいつなら勝てるとか思うやついるんですけど、実際やったらまあボロ負けすると思うんですけど、蹴られていや現役がやっぱり一番強い、現役やな。ボタカなんかが K-1 はい、あれもうかませんですよ。みんなな引退して何年も立つ選手じゃん、うん。鈴木悟って日本ミドル級チャンピオン何回防止したやつも蹴られておしまいだし、あれけど結構頑張っ、彼は結構頑張った方ですよ。 あれは頑張ったよ、片上ジムの渡辺っていう。あああれ頑張りましたね。あれすごいな。でミドルの正人の前チャンピオンの蹴りバンバン受けてさ、大したことないね、もっと蹴れって言ってたもんな。正人とやったんでしたっけ、あれ忘れてたから。どうしたっけ、やったんでしたっけ。やったんだよね、正人の蹴りバンバン受けてさ、大したことないね、もっと蹴れって言ってたの。おこいつすげえなって思って、やばい、ね、ちゃんと蹴りの技を、はい、受ける技を覚えたんだよ。大したもんだよ、はい、まあ負けはしたけど。いや受ける技を覚えたってさ、あんなの人がさ、知ってます、足もキックボクサーの足ってすごい硬いじゃないですか。硬い硬い。僕正人君の足も触らせてもらったし、いろんな選手のキックの選手の足触らせてもらったんですけど、あの足は1年2年じゃ作れないんですよ。おうおう、もちろんもちろん。だから付け焼きまでやってやるほど甘くなくて、例えば足でこのガードを覚えてもですよ、あんな硬い足で蹴られたら死にますよ。渡辺君は。だから痩せ我慢してただけですよ。我慢できないだろ。いや痩せ我慢、痩せ我慢。我慢できない。何発ももらったよ。あれ大したもんだよ。根性あっただけで。歩けなくなったと思うけどね。根性あっただけで、あんなの本当、やっぱね、付け焼き場でやれるほど甘い世界じゃないですよ、まあね、世界も。だって鉄柱蹴るもんな。そうですよ。鉄柱とか木蹴ったりとかしてるわけですから。何、電信柱。あれ素足で蹴るんだから。なすごいですもん、骨がもうこの、なんていうか、弁慶のね、骨が太いんですもん。いや、硬いし。あれは鍛えてたからなるんだよ。でも、そういう、他の格闘技って成功する人いるんだから、なあ、ボクシングでもう少し頑張ってほしかったよな。ああ、那須川君とかね。ああ、ね、うん。ボクシングも来てほしいよな。まあ、そうですね、うん。他の格闘技で名前を馳せた選手が、ボクシング界にじゃあ殴り込んでやろうと。そう。こういうのがいいじゃないですか。だから俺たちは別に負けろとか思ってるんじゃないし、活躍しちゃう人が手が上手いんだったから。そう。特に天心君なんかね、上手いし。そういう活躍できるような選手たちいるもんな。そう。